奥多摩周遊道路は東京都西多摩郡奥多摩町川野からヒ原村数場に至る一般道路である。東京都道206号川野上川上線の一部で起点は三島橋、終点はくず橋とする延長 19.7km の区間である。1973年4月の開通時は 有料自動車専用道路で、名称も奥多摩有料道路であったが、1990年4月1日に無料開放され現在の名称となった。奥多摩周遊道路警告版カズマ第一、駐車場以上気象制限対象区間でもあり、連続雨量80ミリメートルを超えると通行止めとなるほか、当期は積雪による通行止めも多い。 街頭も山のふるさと村都民の森間は設置されておらず、奥多摩町ひばる村間の相互生活道路としての必要性は決して高いものではない。片側一車線通行ながらかつては有料道路だったことから、道幅が広く整備参道のためゆるやかなアインディングが豊富に連続しており、道中に数カ所の駐車場も設置されていることもあり、ツーリングやドライブのスポットとして利用される。 自転車で登る人も多い。このため自動車、オートバイによる単独事故をはじめ対向車両同士の衝突並びに、崖下への転落などの交通事故も多数、発生している。都県境の鉱山ということもあり日本、アルプス遭難並みに、救急搬送の困難なスポットであることから、救急車が現場に到着するまで場所に夜が早くて30分から1時間以上。 あるいは消防ヘリ到着から病院搬送までに2時間はかかることから、怪我をしますと病院に収容されるまで約2時間かかりますという看板がある。また、周遊道路内及び周辺では、主に土日宿などの休日には各所でスピード測定器による取り締まりが行われる。周遊道路内も不定期にパッカーや白バイが巡回する。 夜間通行止め規制がありゲート閉鎖規制が実施され、出入り負荷となるため以下に示す時間帯のみ通行可能である。2009年12月15日から2011年3月31日の間に自動二輪車、原付は山のふるさと村入口交差点都民の森交差点間約 12.6km が一方通行となり、奥多摩町側から ヒバル村方面への通行が禁止された。2007年6月から2009年12月までに奥多摩町ヒバル村への下り坂で二輪車による5件の単独死亡事故が発生したほか、二輪車関与の重大事故が頻発していることと一部の二輪車による危険な走行が一般交通に危険、迷惑を及ぼしていることなどから実施された。東京都西部に位置する奥多摩は、 東京の秘境とも呼ばれ、山梨県境にほど近い奥多摩湖の南側の山深い地域を周遊する。三島橋から月読み駐車場を過ぎ、最高地点の風張峠まで上りのワインディングロードが続き、月読み第一駐車場からカ間までは、三島三島の尾根沿いを走る。五日市側の沿道に、ヒバル都民の森があり、三島山の登山道に通じている。 ありがとうございます。